ぜひあの語っていただけると嬉しいなって思ってます。<laughs> 本当ですよね。いろんなことをねかあのこう感じ取れます<あ>取ってますからねすでにね、えー、うんプロセスでうんそれをまた後半にちょっとこうギュッと<あ> <laughs> はいはいお話しいただけるとすごいこう励みになる皆さんたくさんいらっしゃると思いますのでうん、うん、はい嬉しいです。<laughs> こちらこそです。<laughs> はい。じゃバまた声かけ、ミオさん、はい、お願いしました。<laughs> <あ> <laughs> はい、おめでとうごめんなさい。 皆さん、こんにちは。6月13日木曜日、シンのハッピートーク。時刻は14時を回りました。旧暦5月4日のゆっかの日のハーリー。皆さんはどこか応援に行かれましたか梅雨明けが待ち遠しい沖縄ですが、今日のネットニュース,ュュースに首里城の話題がありました。 再建される首里城静殿の屋根に取り付けられる木彫り、毛業というそうなんですが、毛業が完成し公開されたという話題がありました。写真も公開されていましたね。この毛業は福井県の彫刻家、鈴木良一さんとお呼びすればいいでしょうかね。鈴木良一さん、美桜さんご夫妻が約3ヶ月かけて仕上げた。 ということです。たくさんの方のご,ご協力が、えー、着々と進んご協力で着々と進んでいますね。完成が本当に待ち遠しい首里城です。今日も午後のひと時、森理のハッピートークでお楽しみください。この番組は、ギノワンヒルズ通り、FM ギノワン、海の見える素敵なスタジオより、 14時26分まで放送いたします。皆様、最後までお付き合いください。4月から始まりましたシンディのハッピートーク。早いもので2ヶ月が経ちました。ご視聴の皆さん、本当にいつもありがとうございます。この番組ではゲストをお迎えしてインタビュー形式でお話を伺ってまいります。今日のゲストは森由美子さんです。 森さん、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしますはい。森さん、今日はどちらにいらっしゃいますかはい。えっ、ー、と、皆さんご存知かな日本なんですけど、鳥取県にいますよ。はい、<laughs> ありがとうございます。はい、鳥取県からね、入っていただきまして、本当に楽しみです、はい、お話がで。森さんは、あの、本当に多角的に授与されている実業があるというふうにお聞きしています。フィットネス、ネイル、はい ピザ屋さん、そしてリラクゼーション、素晴らしいですね。<え> <laughs> ぜひ今日は、ぜひ今日はお仕事のこと、そして普段の活動のことなどをお聞かせください。どうでしょうか多角的なお仕事をしながら本当に忙しい毎日だと思うんですが、お仕事についてどんな感じで、はい、あの、ま、鳥取県、あるいはあの周辺ですね、やっていらっしゃると思うんですが、はい、いかがでしょう、はい、そうですね。あのー、 今、スタートしてですね、私、30、来年35年を迎えます。うん。すごい。なので、はい。えー、っと、長くやっているので、えー、仕事も増えたという感じでしょうか。はい。少しずつ、うょうかはい。増えてきました。最初、スタート時は、何から、はい まあ、一斉に5つも持つもではなかったそうなんですよ。はい。もちろんですね。はい、はい。あの、最初はやはりあの、今もそうなんですけど、健康とか美容、まあ、健康美容を一つこう、あの、掲げて、はいえー、活動してまいりました。スタートもやはりそうでした。うん、で、化粧品の、えー、販売の代理店。はい をあの取得しましまて、えー、お化粧品、スカラメイキャップ、カラーコーディネートとか、うん、そういう本当にあの外面というのかな、どちらかというと外面中心の、はい、スタートを、えー、切ったのが一番最初でしょうかスタートは、はいまあ、お一人だったのかもしれませんが、今はもうご家族の皆さんも本当に協力を得て、大きく広げ、はい、ていらっしゃるということですね。 はい、そうですね。あの、一人でスタートしました。で、あの、家族がということは、本当にここ、えー、少しずつ協力体制になってきまして、えー、今、5人、五人ぐらい、こう、私の親族というのかな、手伝ってくれていますけれども、うん、あと、従業員さんも、20名、25名前後、うん ぐらいいの人数でやっています当然、一人からスタートしておりますけど、うん、私もあまり器用じゃない、やり始めてから器用、あまり器用じゃないことに気がつきまして、えー、すぐに、えー、半年、まあ一年経つか経たないかぐらいなところで、うんえー、パートの方をお願いして、事務的なことは、あの、紙の処理というかね、当時紙の処理でしたけど、うんうん、そういったことは、あの、 人にお任せするというスタンスで、はい、えー、やろうと思えばできたんですけど、どうもうまく切り替えが、あの、できなかったもんですから、そこは本当にあの、もう初めから、あの、お任せをして、私は外で、あの、営業するというか、そういう外活動の方をね、するという感じでやったので、はい、すぐに従業員の方は、私の場合は、あの、いてくれるようなスタンスでスタートしました。 もう長いんですね。長い方もいらっしゃるすね。えー、そうですね。長い方。うん、一番長い方で何年でしょうね。えー、十、まあでも十七、八年でしょうかね。十五、六、えー、年かな。うん。すごいですね。こう、会社のチームワークしっかり <laughs> 作られて。本当にありがたいです。本当にね。えー、はい。あの、息子さんも入られてというふうに少し聞いたんですけれども、息子さんは、まな、どんなことをされてらっしゃる、えー はい。あのー、えっとですね、大阪でですね、ピザの職人を、長いことし、長いことかな、あのー、5、6年しておりまして、ちょうどコロナのタイミングあたりで、こちらに、うん、 鳥取県に帰ってまいりまして、<ー>それで、えー、今はあの私のやっているフィットネスの、本当、お隣で、えー、ピザのお店あの、小さいお店ですけれども、テイクアウト中心で、あとは冷凍でね、あの皆様にお届けもできるような形ができるように、<ー>えー、ピザの,あの職人で頑張っております。いいですね。すごい心強いですよね。<laughs> そうですね。はい。はい、その、はい、フィットネス、 はい。もうやってらっしゃる。ネイりもやってらっしゃる。まあ、あの、うんうん、もちろん、ピザ屋さん。で、リラクゼーション。はい、どんな形で、一、はい、つの建物で、あるいは周辺にいろいろ店舗があってとか。そうですね。あの、一箇所だけは、私の、えー、事務所、 もうあの同じ場所にえフィットネス、ピザ、ネイル、えー私のえーと、私どもがいる事務所、これが全部集積した、うんえー、120坪ほどの小さなあの複合施設にしています。うん、であとはフィットネスはあの当然、少し地域、エリアを分けて点在させています。うん、あとリラクゼーションも1店舗、ホテルの1階に、えー、店舗を値出させていただいていますね。 お名前とかそれぞれ違うんでしょうかまあ、あの、シズマというね、あの会社を立ち上げてらっしゃる。 とということなんですがそれぞれぞ店舗名は違うんですかそうですね。あの、うん、会社名はもちろん静ズと一括りにしていますが、はい、あの、ピザはですね、ピザウィッチといって、あの、はい、まあ、魔女なんですけどね、あの、男子がやっているんですが、うん、一応魔女で、あの、はい、ピザウィッチえ。これ、あの、実は私たちのいるその店舗のエリアがですね、放棄町という、あの、名前のついているエリアでして、うき、ん、といえば、 吐くほうきが思い浮かびまして。で、えー、あのー、放棄といえばなんか魔女が乗っているのっていうのが浮かびまして。<laughs> それで、あの、こう、魔女が、えー、ピザを焼いている映像が浮かんでまいりまして。うん、それで、こう、ロゴの中に、まあ、魔女がこう、ピザを焼いている風な、うん、えー、ロゴにしまして、ピザウィッチという風な、名前を付けさせていただいて、はい、えー、お店をやっています。 素晴らしい。あの、ラジオですとなかなかこう見えないんですが、この後、え、YouTube 配信というのもありますので、ちょうどユンコさんの後ろにね、その窓がいるっていうのが、見えるかなと思いますので、ご紹介しておきますね。そうですね、ちょうど見えてますね。あとは、ネイルとか、よろしければ、店舗名もご紹介ください。ああとの えー、リラクゼーションはですね、コロナ禍で、あの、接触サービスが、やはり NG というかね、あのー、まあ、昔はエステといえば手厚いサービスといえば、手でしっかり手厚くサービスするのが高額な、こうとてもいいサービスでしたけれども、コロナで一転しまして、あのー、触れてはいけない、 ね、サービスが本当にあの、うん、全く変わりましたで。触らなくても触れなくてもいいリラクゼーションが作れないかと試行錯誤しまして、うん、水素ザウルスという、えー、水素を鼻から吸引しながら、うんえー 日本で、あの、本当に今唯一の、うんえー、マッサージチェアーメーカーになりました、ファミリーさんというね、うん、あのメーカーの、えー、人と戦って勝ったという実績のある、うんえー、マッサージチェアを、えー、入れまして、一緒に水素吸引しながら、その、えー、人に勝ったと言われるマッサージチェアで、えー、寝ていただきながら水素を吸うという水素ザウルスという、えー、ネーミングの店舗を 解説しました。これはあのフランチャイズ仕様ができるように、はい、あの日本全国大きなものでも小さなものでも店舗で展開できるようにということで、はい、え、作り上げましたので、やっとで本当にその形ができたかなと。あの、何かあの、SNS とかそういったもので見ていただけると、うん、とてもあの、水素ザウルスのこう雰囲気は、あの、 いい雰囲気が私も出来上がってるなと思っていますので<ー>あの全国にねザウルスくんが広がるといいななんて思っています、うん、そうですねぜひあの歌の時の皆さん <laughs> ザウルスくん広げていただきたいと思います。 あとは、ネイルはネイルでまた単独でされてしる、はいますかそうですね。はい。あのネイルも同じ幸福語施設の中に入れているんですが、あのー、実はネイルの特徴としては、非常にあの、えー、一般の店舗より私どもの店舗のスタッフは早いです。あの非常にスピード感のあるあのネイルをしますので、皆さんが思っていらっしゃる時間のまあ半分近いかな、半分に近いぐらいの時間で仕上げます。そしてあの爪を、地爪を削らない。 爪を,を痛めないという、はい、あのスタイルで、えー、やっておりますのでとてもあの腕がいいので早いのででも早いいので安いんでで安んんすすよね <laughs> あのそうなんです、ね、あのこれゆっくりだと、うん、どうしても時間的な拘束が長くなればなるほど単価って上がってしまう傾向がネイルの世界はあるんですけれども、はい、実はあのお上手な スタッフがたくさんいまして、うん、彼女たちがやると早いので、うん、早いと単価を下げて、ね、あげれますお客様にね<ー>そうするとる、うん、結果どちらもウィンウィンであのよかったなという結果で、えー、入れるようなネイルを、はい、ネイルサロンをやっていますあ素晴らしあの今のま i 藤間という会社のホームページは、うんはい、それぞれ店舗ごとになるんでしょうかね。はい YouTube 配信の下の方に貼っておきましょうね。はい、ぜひ。はい、ありがとうございます。ぜひとも。はい、ぜひ皆さんクリックしてみていただいて、訪、はい、ねて、はい、いただきたいと思います。<laughs> ありがとうございます。はいまあ、後半、はい、ありがとうございました。後半、またあの、詳しくお伺いするんですが、えー、活動の一つで、今回、ミセスオブイヤー、 ワールドですね。はい、ワールド。日本代表で、うん、ま、あの、ご出場されるというお話を聞いておりますので、これはまた後半でね、はい、あの、聞かせていただきたいと思います。楽しみですね。はい。はい。では、あの、ここで森さんからのリクエストをお聞きしたいと思います。はい、映画、スラムダンクのエンディング主題,主題歌でもありましたよね。うんはい、1000フィート第0巻です。どうぞ、<laughs> お聞きください。 いたいなぁとはいつも思ってます。そうですよね。うん、本当に本当にこう。あの同じように私は感じます。まあ、沖縄もね。小さな地域ではありますのでね。<laughs> はい、同じようなこう共通項があるかなってお話聞いてて思いました。はい、石垣にはもしかしたら年内行くかもわかんないです。<laughs> あ、本当ですか？うんうん、何かお仕事でいらっしゃ、はい。はい、はい。お願いします。 心理のハッピートーク。今日のゲストは森由美子さんです。引き続きお話を伺ってまいります。森さん、どうもありがとうございます。はい、えー、こちらこそありがとうございました、えー。前半でね、少しお話しさせていただいたミセスオブザイヤーワールド。後半ではこのお話をたっぷりと伺いたいと思いますが、日本代表で、えー、大会にご出場されるということなんですが、 はい、どういういきさつで、あの、あ<ー>そこまで登り詰めてい,、はい、い,い、来られたんでしょうか。はい。あの、47都道府県でね、予選会がありまして、はいえー、私たちの地域、鳥取県というのは、あの、その都道府県の中で、えー、大会の予選会が行われていない地域だったんですね。えー、あの、ね、去年、はい、うん、去年まで。うん、で、その去年、行われていないエリアをなんとかなくしていこうということで、うん あの鳥取県にもあの東京から、えー、こう統括の方が入られましてでそんなところからのご縁で、うんえー、出場、ま、最初は、ね、スポンサーのお話で来てくださったんですけれども最初というか、うん、お越しいただいたときは、はい、でもなんか話してるうちにあのやはり、まあ、えな選手が必要だなと <laughs> <laughs> <も>出場者です、えー、<laughs> と思いまして。うんえー 出場する方がいいかなと思って、あのうん、本当にそんなあの気持ちであの、えー、軽い気持ちでふっと、うん、あの足を一歩を出したというのが最初です。えー、とてもね、はい、勇気がいったと思うんですが、でも、あの世界大会まで来られました。はいはい、今、どの辺ですかまたあの、その世界大会の。うんはいえー お日にちというのもぜひ世界大会って実は4日間にわたってあの6月26日から29日、はい、26日に一応集合なんですね。はい、で大会としては20実質あるのは27日と29日のこの2日間にわたってあるんですけれども。はいあの まあ、最終的にファイナルと言われている日にちは6月29日でございます、うんで。土曜日なんですけれども、はい、東京の、はい、えホテルニューオータニあの、鶴の間というね、非常に大きな宴会場で、うんえー、昔はここで結婚式ね、多くの方たち、有名な方たちが結婚式を挙げたと言われる、とても大きな、えー、宴会場だと聞いております。そちらで、はあ、はい、あの、6月29日に、えー、ファイナルラウンドが始まります。 ねえ今はもう本当に直前で本当にお忙しい毎日かと思いますが、はい、どんなことをされてるんでしょうか、はい、そうですね <laughs>、うん、あのー、要は何を審査されるかと言いますと1分間の英語のスピーチ、うん、それから、はいえー、タレント賞っていって5分間の持ち時間で、うんえー 自分の、えー、強いもの、強みなのかないろいろ技術から得意なもの、うん、趣味だったりそういった何かこう演目を自分で考えて、えー、5分間自分を PR するという時間も審査されます。うん、そして、えー、ドレスウォーキングというのはこれはメインドレス、あのー、を 来て、ね、歩いてそして例えば表彰式も、えー、そのメインドレスで表彰を受けるんですけれどもそのウォーキングの審査があります。 そして、あの、ナショナルコスチューム。これ、世界大会の非常に特徴的なものですけれども、えー、それぞれのお国の、あの、何か、えー、印象的な衣装でしたり、それから、そういった、えー、生地を使って何かアレンジをしたものですとか、いろいろ考え方はあると思うんですが、そういったナショナルコスチュームと呼ばれる、えー、ものを着てのウォーキング審査ということで、えー、この大きくはこの4つが、えー、審査、 え対処になりますから、えー、レッスンしなければいけないことはスピーチとタレント賞の練習と、うん、ウォーキング2本の、えーこうね、ポージングですとか歩き方ですとか、うん、そういったのもマスターするというような、えー、種目でいうと4種目という感じなるほど。それを総合して、はい、29日。 本当にあの何回も何回も練習をされて、まあ、みんなでチームワークっていうのもあるのかもしれないんですがどうですかやってみてあの、ね、皆さんとの交流周辺での貢献っていうんでしょうかね、はいはい、いろんなことをされていると思います、ねはいあの。やはりあの今回出場するにあたって、うんえー こういったメディアの方たちにも注目していただきましたので、新聞に出,出させていただいたり、うん、ニュースで取り上げていただいたりということが何度かございました。やはり、あの、それを、あの、あるたびに、その、なんでしょうかね、どこかでお会いしたり、久々にお会いする方なんかは、あの、えー、見たよ、聞いたよ、うん、それから、えー、大体聞かれるのは、 え、いつから、な、なんでし、それ、やったのとかって、まあ <laughs>、うん、意外と質問の、あの、こう、えー、されることも多くて、あの、なんでしょうね、こう、不思議も含めて、あの、本当に質問されます。で、最終的にはでも、あの、なんか、 元気勇気かな自分もなんかしようかなと思ったみたいなことは、うん、やはり何,何人かの方たちからはねあの、声ありましたから、それが一番なんか、う嬉しいかなと思って聞かせていただきますね、うんえー。素晴らしいですね。大きな大きなチャンスをって、うん、またこれから大きなステップ踏み出していかれると思うんですが、講演なんかも多いんでしょうかね。まあ、お話しする方の講演も。 だんだん増えてきました、ね、あの、はい、これ終われば、また、あの、時間も取れますので、うんえー、そういった形の活動が増えるのかなと思っています。そうですね。ぜひ、あの、お聞きの皆さん、うん、あの、我が地域にということでお呼びください。はい、森由美子さんですので。はい、はい、森由美子でございます。<laughs> はい、はい。あとは、まあ、先ほどね、ちょっと、こう、あの、 お耳にしたんですが、えー、<ん>沖縄にもいらっしゃれるかなっていうお話を少し聞きました。年内もしかするとあの仕事というわけではないんですが、はいえー、ちょっと何人かで沖縄石垣の話が出てましたのでなのであい,いけるかもこの流れに乗せてもらったらと思って。あちょっと あのそその計画を進めてもらおうと思ってます。<laughs> ああぜひお勧めください。まあ、あの、はい、私 FM 喜ノ湾で、えー、この2時から2時半30分パーソナリティをさせていただいてるんですが普段は私石垣島におりますので。ねそうですね,ね。ぜひはい由美子さんお待ちしております。はいあ,ありがたいです。ぜひ。あとんでもないです。うん、あの大きく大きく好人生が開いていく。はい ちょうどターニングボイトにいらっしゃる、うんはい、ところだと思いますけれども、はい、ぜひ今後も大活躍で、また次の,あのまあ半年後、あるいは10ヶ月後ぐらいに、あのどういうふうになったっていうね、お話もお聞かせいただきたいということで、はい、はいあの、お呼びしたいと思います。はい、<laughs> ぜひとも呼んでください。はい、はいはい、ありがとうございました。本当に素晴らしいお話。さてあの、楽しくお話を伺ってまいりましたが、早いもので、 本当にお時間となってしまいました。今日もあっという間の30分でしたね。ありがとうございます。今日のお客様、森由美子さん。えー、まあ本当に多角的に事業されていて大活躍なんですが、今年、ミセス・オブ・イヤー・ワールドに日本代表でご出場というところもお話、いっぱい伺わせていただきました。たくさん勇気をいただきましたね。本当にありがとうございました。ま,またあの番、はい。また番組に参加してくれた皆さん、ありがとうございました。 お相手はシンリーでした。それではまた来週、同じ時間にお会いしましょう。森さん、ありがとうございます。ありがとうございます。さよなら。失礼いたします。